高尊さん殿、後ろに立つのは何者だ。幼少からの友で劉備と申す。平原の賢霊です。共に戦いたいと参上しました。ではもしや黄巾の賊を倒した劉備と。いかにも。おお、ご名声はかねがね。この劉備は中山西王の末裔で慶帝につながる者。おお、朝廷のゆかりか。席よ。賢霊ではあるが、そちの祖先に敬意を払おう。どうぞ。ありがたくお受けいたす。申し上げます、申し上げます。海遊が敵騎兵を率いてまいり、竿先に孫権様の赤い兜を掲げ怒鳴っております。誰が行く。私が参ります。よし。申し上げます。残念ながら油性殿は三度と打ち合わず海遊に切り捨てられました。何だと。心配ご無用、配下の半方に海遊を打たせましょう。よし、すぐに海遊をしとれ。お任せください。足の武器を持て。半方殿も切られました。官僚と文州のおらぬのが口をし、いずれかがおれば海遊など恐るるに足りん。この私が海遊の首を献上いたしましょう。そなたは。劉備玄徳の弟、関羽と申す者。官職は劉備の馬厩首を務めております。出しゃばったまでをいたすな。馬厩首の分際で大きな口を叩きおって、それ大表打ち据えろ。いや待たれ、戒厳を吐くからには腕に覚えもある。試しに戦わせ負けてからでも遅くはあるまい。馬厩首など出せば海遊に笑われるわ。こやつの面構え、海遊も馬厩首とは思いますまい。もし負ければ首をはねられよ。よかろう、酒を持て。では関羽、この熱い酒で気合を入れてゆけ。酒は後ほどすぐ戻ってまいる。
この通り。冷めておらぬ。そう。文長兄が海を打ち取ったからにはこのまま落葉に攻め込んで董卓を生け捕りにしようぜ。それ待て。我ら大臣職を差し置いてたかが県令配下のお前たちは何をほざくか。それこいつらを追い出せ。いや、こう称するに危険はござらぬ。ふん、そこをとは県令風情の肩を持つというのだな。よかろう、失礼する。ふん。いや、おいおい、お前たちも口を慎め。なんだあいつ。